から一回親指で止めてで多分すると思うんですけど、ここでこの繊細なタッチ、裸足でこの特殊なボールでやるということが非常に生きてきます。と今回僕がご紹介するのは、実際に僕が小学校の時に、これをやっていてから、ドリブルまたボールタッチが上手くなったという練習を皆様にお伝えします。本当に僕が小学校の時に、この練習はもう毎日ですね、毎日遊びから終わって家に帰ったら、このボールと、このカラコンですねを使って、家の中で本当狭いスペースでできるのでそれやっていたんですけども、この練習をやると、ボールをどこで触ったら、もしくはどのぐらいの強さで触ったらボールがここに転がるっていう感覚が分かるんです。今現在ちなみにこの練習メニューというのは、DVD に、なっていて、キャンディーボールトレーニング DVD といって3000円で販売させてもらってます。で、実際に今回はその3000円の DVD、何個かメニューがあるんですけども、そのメニューの中の一つを実際にこれからこの動画でご紹介します。また、この DVD ですね、3000円実際にご購入してみたいなと思った方は概要欄の公式 LINE の、公式 LINE を追加してもらって、キャンディーボール DVD 購入したいですと、メッセージの方をいただければ、今なら3000円でご購入できますので、まずは実際にその DVD の中に入っている一つのメニュー最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、それではドリブル練習の ⑱ をご紹介していきます。先ほどと同じで、カラコンは2個、用意してもらって、使うのは先ほどは自分の得意な方の足のみだったんですけど、今回は一周回るときに、逆足、ボール触ってない方の足をワンタッチだけ入れます。で、この逆足のワンタッチを入れることによって、ちょっとリズム感 と、ボール3の順番が、先ほどと崩れるので、そこでボールコントロールを、ミスをしないようにやってみてください。まずはやってみます。失敗してもすぐに切り替えてください。はい、こんな感じです。はい、それでは、今のドリブル練習の ⑱ をご紹介、ポイント解説をお話ししていきます。まず最初は右側に1個目のカラーコーンを避けてもらって、でその後なんですけど、ダブルタッチ、要は右左とボールを触るんですが、その時まずポイントがありまして、悪い例をやらせてもらいます。避けてトントン、このようにやらないようにしてください。必ずここで右にボールを出したら一回親指で止めて、で、ダブルタッチ。してください。このボールを前に出して、止めて、トントン。これがポイントです。で、足の動かし方なんですけど、親指でボールを右足で止めます。止めた後に、こっから右足から先に動かしてしまうと、ボールがこっち側にずれてしまいます。親指でボールを止めた後に、この後に左足をこっち側に先に動かして、左右とボールを動かしてください。はい、で動かした後ダブルタッチをしたら、この後に小指ですぐに触ります。1、2、小指で、ここから細かいタッチをやってください。で今のダブルタッチ見てもらって分かると思うんですけど、ボールがここで一瞬止まるんですね。この止まるっていうのもすごく大事です。このタッチができない、結構これがこっちに行っちゃったりとかしてしまうので、ここで触って止めて細かくここを入っていけるように、またこの親指のここでボールを止めるっていうのもそうなんですけど、これがボールが
こっち側に行っちゃったりとか、もしくはボールが止まりきらなくて外側に流れちゃったりとか多分すると思うんですけど、ここでこの繊細なタッチ、裸足でこの特殊なボールでやるということが非常に生きてきます。こういうタッチができることによって試合中の速い状況、相手がプレッシャーが入る中でも正確にボールを扱えるとか、要は密集地帯を細かい正確なタッチで抜いていったりとか。だから僕は普段スクールやイベントの時に僕いつも全力で音をやって、うわ速いねってなると思うんですけど、その時に僕はやっぱ人間なんで1回目2回目って失敗してしまう時があるんですよ。その時に僕必ず子供たちに言ってるんですね。次失敗したらコーチに下手くそって言っていいよと。でそこで僕は必ず3回目成功させます。でこれなんで成功するかっていうと、1回目2回目でボールが自分の足のどこに当たってるからここで失敗したんだっていうのが分かるんですね。それがもう感覚で身についてるんですよ。なので3回目はそれを気をつけて、すぐに改善できれば絶対に成功するんですね。なのでイコール試合の中でもフェイントの成功確率が僕は多かったんですよ。なのでこの練習すごく地味ですけど、本当に前の自己分でもいるんで家の中でやってみてください。どんどんちょっとレベル上がっていくんですけど、次はレベル3の方になります。まずはレベル2をクリアできるように頑張ってみてください。